勘弁してくれよ。みんな仲間だぜ。こういうのって耐えられないな。まあまあ、ティムの話を聞きましょう。ありがとうございます。それでは結論からお伝えします。犯人は、そう、わかるな、ティム。マックスさん、あなたです。おいおい、ドッキリ番組か。俺がバイオリンを壊して何のメリットもないだろう。ええ、本当に壊れていればそうですね。でも違います。壊れたのは偽物です。偽物？いやー、恐れ入ったね。どうしてそんなことがわかるんだ。言ってやれ、ティム。バイオリンの破片を調べてもメッセージが見つからなかったんです。カリーナさんは言っていました。自分のバイオリンにはおじいさんのメッセージが書いてあるって。メッセージ？そんなもの見たことないわよ。はい、内側にあるので見えません。バイオリンが作られるのを見ていたカリーナさんだから知っていることです。よく工房に遊びに行っていたの。おじいさまはバイオリンの裏板にメッセージを書いてくれたわ。つまり壊れたバイオリンはすり替えられた偽物です。じゃあ本物は？おそらくマックスさんが持っています。俺は何もやってない。だってバイオリンがステージ裏にあったとき、俺は控え室にいたんだぜ。控え室に。ティム、アリバイを崩してやれ。いいえ、控え室にいたのはペラップです。こういうトリックじゃないですか。わかった、すぐ行く。あの時と同じ返事だわ。犯人はお前。ペラップ、黙れ。あなたは部屋にいるように見せかけて、その隙に舞台裏でバイオリンをすり替えたんだ。犯人はお前。犯人はお前。仕方なかったんだ。番組がリニューアルすれば落ち目の俺なんてきっとクビだ。そうすれば借金が返せなくなって全てが終わる。マックスさん、あなたには司会を続けてもらうつもりでした。じゃあ俺は何のために。とても残念ですが、警察を呼ばせていただきます。バカなやつだ。自分が一番自分を信じていなかったんだ。お待たせ、ビデオ見つかったよ。あれ、みんな集まって何してるの？やっとメイコのやつが帰ってきたな。副調整室でビデオを見ようぜ。手がかりが映ってないかチェックだ。やっと確認できるな。まずは投資で見てみよう。戦闘はリザードンね。リザードンに注目するんだぞ。昼のパレードが始まりました。リザードンを先頭に遊園地の人気者たちが勢ぞろいです。みんなとっても仲良しですね。今年のパレードは夢をテーマに。グイ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 。あら、グイグイ。目が赤くなった。あれが使われてたんだ。はい、一体どうしてこんな。ひどい。すごい毒だね、スクープよ。でもこれ以上は危険です。逃げましょう。しょうがない。映像はここまで。ファインパークの奴らから聞いた通りだったな。そうだね。何か分かったのかい？ちょっと気になるところがあって。風船のところだぞ。ここだ。とっても仲良しですね。今年のパレードは夢。風船が割れたね。中に R が入ってた可能性があるな。ティム、風船を拡大してスローで逆再生してみろ。うん。
いなのが風船をめがけて。本当だ。どこから飛んできたんだ。もっと戻してくれ。いい。止めろ、そこだ。あ、これってスコルビ。それにこの男。ああ、ファインパークの奴らも言ってたな。スコルピを連れた男がハリーを狙ってたって。あら、この仕草はキースさん。え、来てたんですか、仕事で。そんなわけないんだけどな。この頃はまだ GNN にいなかったはずだし。ああ、彼が入ったのは半年前だ。じゃあ、事件を起こしたのはキースさん。父さんを狙ったのも。やつめ、何食わぬ顔して俺たちの近くにいたんだな。キースを捕まえるぞ。待てキース、もう逃げられないぞ。待てと言われて待つやつがいるか。スコルピ、やつらの相手をしてやれ。スコルピ。ティム、あいつの毒針には気をつけろ。外したか。まあいい、そろそろかな。アバー、待ってたぞ、オンバーン。ついでにあいつらを吹き飛ばしてくれ。アバー。なるべく姿勢を低くするんだ。やつ、これは…ティム君、大丈夫？もういい、行くぞ、オンバン。オンバン。アバよ、探偵君。次に会う時は手加減してくれよな。キースのやつふざけやがって。せっかくの手がかりが。いや、収穫はあったぞ。これだ。え、ロケット。こいつはただのロケットじゃない、仕掛けがあったんだ。どういうこと。おそらくこの中にハリーの残したヒントがあるはずだ。夢か。もうピカチュウ、何こんな時間に。ああ、悪い。どうも引っかかる。誰かと何か約束したような。まさかロケットがカメラだったとはね。これが現像した写真だよ。ハリーは事件の核心にだいぶ迫っていたようだ。これは？そう、おそらくあるだろう。そして倉庫街。これだけじゃどこなのかまでは。いや、見覚えがあるんだ。ライムふ頭だ。じゃあもしかしてそこが犯人たちのアジト。早速調べに行ってみます。おい、危ないから行くななんて言い出すんじゃないだろうな。そうだ、アギルダをつけよう。私のパートナーだよ。テレビ局では襲われたって言うじゃないか。捜査をやめろとは言わないが、せめてこれぐらいはいいだろう。
なかなか頼りになるやつなんだ。何かあったらアギルダをお使いによこしなさい。アギアギアギ。わかりました、ベイカーさん。